1音楽療法人はさまざまな音の響きに囲まれて生きています風の音水の流れる音鳥のさえずり虫の鳴く声など心地いい自然の音があるかと思えば自動車の騒音隣人の喧嘩の声飛行機の爆音家族の大きないびきの音などあまり聞きたくない不快な音もありますくも悪くも音は人の生活にます 大きな影響を与えてます特に音楽が人の心にさまざまな影響を及ぼすことは昔からよく知られていました。誰でも素晴らしい音楽を聴いた時は心が浄化されて高揚し何とも言えないうっとりしたリラックスした気持ちになるという経験を持っていると思います。 あらゆるところで利用されている B ・ g が M ・バックグランド・ミュージックをはじめとして、音楽は日常生活の隅々に浸透しています。ドイツ第三帝国の独裁者ヒットラーは、軍隊や民衆を煽動し、戦闘意欲を向上させるために、ワグナーの音楽を利用していたことはよく知られています。このような音楽の心への影響力を、病気の治療に応用する試みは、 昔からいろいろな方法で行われています。最近は音楽療法と言われさまざまなメロディー旋律が心や体の病を癒す効果があることが知られるようになりました。特に心よし性の病気には音楽療法が有効であるとされています。音楽療法の開祖は古代ギリシアの哲学者にして数学者であったピタゴラスです。 ピタゴラスは病気の原因は魂の不調和であり魂の不調和を治せば病気も自然に治癒すると教えていますそしてピタゴラスは魂の不調和を調律する方法が音楽であるとして実際に音楽による病気の治療を行って絶大な効果を上げていたと伝えられています音楽療法といっても音楽が 直接病気を治すわけではありません音楽の持つ波動が心に働きかけることにより病気の原因となった心理的ストレスを緩和し魂の不調和を改善させて間接的に病気治療を援助するのです東洋医学的に言えば基地の乱れを改善する効果があることになりますある学者の研究によると病気にはそれぞれに 特有な心理的原因があり、その心理的原因を取り除いて病気を癒すためには、それぞれの原因に対応した癒しの音楽を見つけ出す必要があるとのことです。病気を招く心理的状態は数多くありますが、その多くは、怒り、悲しみ、恐怖、疎外感、罪の意識などが原因であり、特に怒りと悲しみが最も大きい要因であると考えられています。 この学者は、がんの場合は、深い怨恨が関係していると分析しています。病気の人が音楽を聴くときは、一般的には、明るく、積極的な蝶々の旋律が良いと考えられますが、必ずしもそうばかりとは限りません。気分が落ち込んで悲しいときなどは、失恋や別れなどの陰気で悲しい短調の旋律を聴くと、 自分の気持ちにぴったり適合して心が慰められてスッキリします。泣きたい時は我慢せず思い切り泣いた方がストレスが発散できてスッキリすることと同じ心理状態でこのような状態を魂の浄化カタルシスと言います。病んだ心と肉体を癒すためにはどのような音楽がいいかという問題は大変難しい課題ですが最近は 音楽療法士などの専門家も養成されるようになりました。どちらにしても自分が聴いていて気持ちがよく心が浄化されるような素晴らしい音楽を常に聴いている状態を作るようにすれば病気の治療にいい影響を与えることは確実です。